皆さんこんにちは、犬ぷんチャンネル犬ぷんです。はい、チャンネル登録、そしてツイッター、TikTokのフォロー、いいね、よろしくお願いします。はい、ですね、ちょっとね、本日はこちら映ってるミクちゃんのねフィギュアについてちょっとお話ししていきたいと思います。でツイッターの方でもね、私つぶやいているんですけども、本来であればね、私この動画を通してね、まあ皆さんに、ね、気持ちよくね、見ていただきたい、かつねより良い情報をね皆さんにお届けしたいっていうのが、モットーとしてねやってるんですが、あまりねこういうちょっと否定的なというかネガティブなお話はしたくないんですよ。本来したくないんですけど、さすがにちょっとなっていうのがあって動画にさせていただきました。はい、でどういうことかというと、こちらのねミクちゃんのフィギュア、去年の、5月ぐらいかな、予約の方がスタートしてまして、これフェネックスさんというねメーカーさんです。でそちらね、この中野ミク白ムク1/7スケールフィギュアということで、まあ、結構ねこちらのね会社さんのこの白ムクスタイルのフィギュアっていうのは他のコンテンツでも結構出ているんですよ。俺がいるとかね、他いろんなので出ていて、結構ねクオリティ高いんですよね。でまあそれもあって、まあ、私はね本当にこれミクちゃん推しですし、その白ムクのねクオリティ好き、すごい評価してたんで、まあ予約をしたんですよ。でこれね結構皆さん多くの方が注目はしてたんで、他にもね、いつこちゃん登場はしてるんですけども、はい、でねちょっとね前置きが長くなっちゃったんですけど、延期がねちょっとやりすぎじゃないっていう話なんですよ。で当初は12月に発売予定ということで、ここに書いてありますよね、という形で動いておりました。ところがですね、その後ですね、まあ、ちょっと生産体制とかね、今の、まあ、こういったコロナ情勢、あとはね、部材高騰だったり、まあ、生産体制、まあ、人手不足、人手の、まあ、人件費の高騰、あとは物流関係のねコストとか、あとなんといってもね円安だったりとかね、まあ、いろんなねものが絡んでてなかなかね進まなかったようです。でその結果、もう今年2023年の5月ですね、まあ、予約開始からちょうど1年ですねといったところに、まあ延期するというところで発表がされてました。で今ねもう4月なんで、私もねもうワクワクしながらねこちらミクちゃんを待ってたわけなんですが、今日ですね4月の6日ですかね、メールが来たんですよ。で、それ、ツイッターの方で私、つぶやいてるんですけども、こちらですね。発売延期のご報告とお詫びということで、また延期すると。なんとね、5月だったのが、2024年の1月延期するっていうんですよ。なので、当初の発売開始のところから考えると、もう1年以上、まあ、延期するということで、これもどうなのっていう、なんか下にね、お詫び文でいろいろとね、生産体制の話とか書かれてるんですけども、いや、大丈夫かよっていうね、ちょっと心配にはなってきました。これ、そもそもまた1月にちゃんとできて届くのっていうね、心配はね、非常に感じてはいて、まあ、私のね、フォロワーさんとかともね、さっきやり取りしてたんですけども、やっぱりね、結構ね、皆さん不安にはなってると思います。で、これ以外にもね、他の5つ子ちゃんは登場していて、で一番早く出てくるのが多分四つ葉なんですよ。でそれもねずっと延期はしてましたし、このミクちゃんと同時にね予約開始したニノちゃん、これはねなぜかね6月なんですよ。これもね2回延期はしてるんですけども、なぜこのニノとミクの差がここまで激しくなってるのかっていうのがねちょっと不思議でしょうがない。まあね受注の量とかの問題だったりとかねいろいろあるかと思います。まああとは人気キャラなんでねちょっと下手はできないからいろいろとこだわってるのかもしれないんですけども、あとあれですね、ちょっとね皆さん不信感というかわかんないですけど、この後に出てきたイチカとイツキですね、これがですねとんでもない額で出てきたんですよ。四つ葉2のミクまでに関してはこの約2万4000円で出てきたんですけども、イチカイツキに関しては4万円ぐらいのねなんかその生産体制の関係で価格を上げてきたということで、もうその時点で、ね、結構大騒ぎにはなってたんですよね。だからね結構ね無理してやってたんじゃないかなっていうね、ちょっとそんな気がしてならないんですよ。でこれが起こると何が皆さん感じるかっていうと、直近ねミニスカユカッターのスケールフィギュアっていうのがこの登場しているのとまた別ブランドのテニトールってところからね5つ子ちゃん出していて、まあ、それがね7000円ぐらいでね安くてクオリティ高いっていうことで話題に上がってたんですが、まあそれもね大丈夫っていうやっぱりね声がね、やっぱ上がってきてるなっていう感じがします。
ね、これ最後にねメーカーさんに言いたいです。最近ねちょっとねキャラのフィギュアの、まあ、記載ミスがあったりだとか度重なる延期とかっていうのはちょっとお粗末さが出てるのかなと。でフィギュアに関してはほぼ多くのメーカーさんがね延期したりとかっていう形で、まあ、今のね情勢考えてそれはもうね多くの方が分かってると思います。分かってると思うんですけどもちょっとねさすがに不安にはなってきましたので社内体制きっちりやった方がいいです。であとおそらくねこちらお隣の国に依頼してるんだと思います。製造の方ね。なので、他のね、メーカーさんとか国内製造とかにね、少しずつ移してるところもあるみたいなんで、その辺ね、じっくり生産体制全般的なことをね、考えていただけ、見直していただければなと思います。まあ、さっきのね、お詫び文書にも見直すってことが書いてあったんで、まあ、その辺をね、ちょっと頭に入れて動いてるのかもしれないんですけども、そこは皆さんの不安をね、大きくさせないように気をつけていただきたいなというところです。はい、悪いものではないと思います。本当にいいものだと思います。ただね、皆さんの期待値が高い分ね、さすがにあまりね、不安を煽るようなことはね、しない方がいいかなっていう風な形で動画にさせていただきました。はい、ということでね、本日の動画はフェネックスさんから発売されるこのミクちゃんの白ムク、ミクちゃんに限らずこの白ムクのね5つ子ちゃんのフィギュア、こちらがねちょっと延期しているということで、お話をさせていただきました。本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録と高評価コメント、そしてツイッター、TikTokのフォローにねよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。またねー。バイバーイ。バイバーイ。